ゆうさん。皆さんこんにちは、いつも生き生き元の陽一郎です。そしてこんにちは、シンガーソングライターの石岡正隆です。はい、2019年の5月を最後に会場となっている浦安市民プラザ、こちらの改修工事プラス2020年のこの新型コロナウイルスの感染症、こちらの流行によってさらに延期しました。定期ライブができなかったんです。やっとできます。医師、はい、気持ちを聞かせてください。いや、やっぱりめちゃめちゃ嬉しい。そうだよね。この作業をすること自体も久しぶりなのでね、そうなんか楽しいですね。確かにね、嬉しいですね。はい、さあ今回なんですが、2009年10月20日にスタートした第1回のユースタイル、この時の出演者が僕陽一郎と石井こと石岡正隆ということで、とにかく見てください最後まで、はい、お願いします。イエーイ。おはようございます。おはようございます。久しぶり、1年5ヶ月ぶりのニュースタイルです。1年5ヶ月ぶり、みんながこんなマスクするとは誰が思ったでしょうかっていう感じなんですが、今日はニュースタイル84で、1年5ヶ月ぶりに再スタートします。イエーイ、イエーイ。チケット完売。はい、ベース佐野もたきさん、よろしくお願いします。ドラムス今村浩二さんです。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今回ゲストという形じゃないのでちょっと珍しい形で、そうですね、対談みたいになってますけども、まあ、実際どうでした、このコロナ期というか。コロナになってとにかくもう仕事はゼロになるんだけど、うん、地球規模で起こってることだったので困ってるのは自分だけじゃないと、うん、みんなも困ってる、うん、だから今大変な時だけども暗くなってちゃいけないなってそう思って過ごしてましたよ。うん、で、まあ、お部屋は断捨離するし、フェイクフラワーを買ってきてなんかアレンジをするとか、普段やらないことをやりました。うん、今だからこそできることってことを考えてやって、で本来だったら曲いっぱい作れよお前っていうとこなんだけど、作る気になれなかったかな。まあ気分がねありますから。まあ、でもね、一緒で、まあ、やっぱりね、こういう人に何かを届ける仕事をやってるから、私たちがね、ただネガティブになって、ね、そう、暗くなっててもしょうがないなと思ったんで、結構ね、褒めてください。曲作ってましたよ。あ、偉い、偉い、偉い。作ってます。まあでも、あとは、やっぱりちょっとこう、今まで以上に子供と過ごす時間が多くなったりしたので、ギターを教えたりとか、トランペットを教えたりとか、まあ、ある意味すごくいい機会だったかなとか、うん、確かにね。浦安市民プラザの改修工事があって、でその直後にまた活ライブってことで頑張ろうって思ってた、それがまあコロナになって、まあ、できる状態じゃなくなって、でまあどんどん状況が変わってきましたよね。いつまでこれが続くんだろう、その感染対策っていうのはどこまで必要なんだろうっていうのが目まぐるしく変わる中、じゃあこれユースタイルできるのかなっていうところだったんですけど、まあ、少しずつ少しずつ、準備を重ねて話し合いを重ねて、今日の日を迎えることができました。うん、どうですかこのユースタイル10年間走り続けてきたということを。で最初は本当にがむしゃらで、うん、演奏して最後に河原割りとかやってるからね。あれはでもね、私神回だと思ってますから。あの勢いはね、あのね、そう、でそういうところからスタートして、うん、ところが2011年の東日本大震災っていうところで、うん、さあしばらくできないぞとなった時に、うん、
ダンサーの南山光則さんが発起人となって頑張ろう浦安つながろう日本という、チャリティーイベントをやることができて、またそれがこう絆を深めることになったのかなと思いました。10年を盛り上げてその先へと思ってたらこのコロナっていうことだったので人生は平凡じゃないよね平凡じゃないだけど、まあ、そうですね、うん、こういろんなこと起こるけれどそれを乗り越えていく力が、まあ、大事なんだろうな、うん、いうスタイルでもそれを感じさせてもらってます、うん、一種は、まあまさにそのコロナの時にやっぱりアーティストが結構みんな困ってたりちょっとネガティブになってたりっていうところでその今まで出ていただいたユースタのゲストの10年間のゲストの方たち声かけしてあのね50人ぐらいであのウェブミーティング、まあ、ウェブ飲み会みたいなのをやったんですけどその時もう本当にね人数多いから一人一人一言ずつぐらいで終わっちゃったんですけど本当に頑張ってるとか何頑張ろうとか励ましの言葉とかをみんなが言って、まあ、私も元気もらったんですけどあの時に、まあね、状況が状況でそうなっちゃったんですけどあ10年間の蓄積があるなと確かに、うん、そのこれだけの人たちと関われてでまた声かけしてちゃんとつながってくれて今度その人たちがまたつながってくれてってこれ当初の目的の、ね、点と点を線に目にするというのがちゃんと形になってるっていうのを画面になってた画面になってましたね確かにあの実感できたのはやっぱりあの10年間やってこれてよかったなってすごく思いましたね、うん、いや本当に、まあ、ここから頑張っていきましょう、うん、頑張っていきましょうねはい、はいはいということで、終わりました、はい、いやもうバンドって楽しいし、うん、それから表現するって楽しいしそれからこの生今やってるよっていうことが本当に楽しいそう思う、ライブでした一種はそうですねやっぱり人前で久しぶりに、うん、ちゃんとしたライブができたことも嬉しいんですけど今回のユースタイルはやっぱり安心と、ね、安全と皆さんとの距離を保ったり、まあ、入館票を作ったり検温したりというやれる限りのことはやって皆さんが本当に安心して楽しめるユースタイルできたんじゃないかなと思います、はい、ということで陽一郎と石岡正隆でしたバイバイありがとう Smile